どうもこんにちは、マックス崎でございます。私は本日群馬県ですね、前橋にございます。こちらじゃじゃん、永久庵さん、こちらにお邪魔しております。はい、なんとこちらにはチャレンジメニューがございまして、おきもりうどんと早食いの3キロうどんのタイムアタックみたいなのをやってるんですけども、現在の1位がラスカル荒井くんで2分20秒ぐらいということで、僕、ここの永久庵さんに初めて来た、何年前であれば、鍋ちゃんと来たんですけど、多分5年前ぐらいになるんですかね。その時にね、4分何十秒、5分ぐらいの記録だったんですけれども、今回は、自分のその過去の記録を超えるべく、そして、ラスカルくんの背中に追いつけるように頑張りたいなと思う、そんな早食い会になってますので、よろしくお願いします。うどんを食べた後はグルメもございますので、まずは激早食い、ガチバトルの模様をどうぞ。なお早食いは大変危険なので、絶対に真似はしないでください。はい、なお、ルールなんですけれども、うどんを食べきれば OK と、付け合わせの、天かすみたいなものですとか、ネギとかわかめあるんですけど、そちら食べなくて OK で、ルール上はついにつけなくてもいいみたいです。はい、その辺がポイントなのかなと思っております。はい、というわけでいきたいと思います。寒い。じゃあすいません、俺これ押すんで作動しちゃうんで、5秒前ぐらいから言ってもらってもいいですか。いいですか。じゃあ行きます。よーい、はい、5 4 3 2 1、ちょっと待ってね、落ちた。ああ、どうだ。はい、ペロリンちゃん。これやばいっすね。すごい。これつゆつけて、これはやばいっすわ。これあれでしょ、落ちたどうのこうなって気にしたけど。多分
ラスカル君これやったら2分切るんじゃないですか。やったら彼こうやってやったんですよね。いや、やばいこれ。俺これでやってこれっすもん。いや、けど拾ってなければ多分2分20切ってる気がする。拾ったのなければね。いや、でも全部食べてるね。 OK だよね。はい、というわけで僕の結果はこういう感じだったんですが、ちょっとお見苦しいところね、お見せしてしまって申し訳なかったんですが、僕なりのちょっと、チャレンジの仕方ということで、やって分かったのはやっぱりラスカル君の凄さですね。はい、また機会があったら今度はラスカル君と同じ感じでやってみようと思うんですが、チャレンジはここまででございます。ここからはカレーを食べたいと思います。あざっす、はい、あざっす。やばい。でもなんか想像次第のちょっとぬるかった。なんかもっと前回きつかった、冷たかった気がしたんですよね。どうですか、なんかギャンギャンに冷えてた気がしたんですけど。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の、おけもりうどんチャレンジ、3キロ30分の制限時間が一般なんですけれども、まあ現状一番最高タイムがラスカル君の記録と、これねやって思ったんですけど、やっぱねラスカル君やばいっすわ。なんかやっぱ話に聞くとラスカル君はああいう食べ方をしてないというふうに言ってまして、そのお店の方にね、そのついにつけて召し上がってたと。いやー、これはねすごいです。彼本当にすごいと思った。もう単純に超リスペクトっすね。多分僕と同じ食べ方したら多分彼時間2分本当切るんじゃないですかね。うん、多分ですけど、うん、そんな気がする。あとそれこそ僕の早食いの師匠の神山さん、あとその人の最大のライバルである山上さんあたりなんかやっても多分2分切るんじゃないかなと思うような、そんな、はい、感じでした。まあ、改めましてなんですけれども、本当早食いはね大変危険な行為ですので、冒頭でも言ってるんですけれど、絶対にこれ真似はしないでください。本当に大変なことになるんで。で僕のやった感じだとなんかね、前回よりも初めてやったのは多分ね2016年ぐらいだかな、5年かな。僕ね鍋ちゃんとフラット行ったんですよ、 AQ1。 まあAQ1 さんうどんのチャレンジやりたくて行って、やっぱ鍋ちゃんが結構チャレンジメント詳しいんで、で確か鍋ちゃんに連れてってもらったのかな。その時のチャレンジを5年ぐらい経てやるっていう、 5年だから6年経てやるっていう感じだったんですけれど、まあ楽しかったです、純粋に。でやっぱやって思ったのは、やっぱそう勉強になることが多いなと。やっぱ早食い奥深いですね。大食いもあれですけど、やっぱり、うん、ある程度の量を大食いってなると、やっぱ早食いってなると、やっぱ僕はねレベル的にやっぱ大食いの上に早食いがあると思う。うん、その1キロ2キロっていうのは別かもしれないけど、やっぱりもう3キロ超えとかになってくると、やっぱりすごいですね。大食いができないとこの早食いはできないなっていう感じですかね。はい、そんな振り返りと、ここからはちょっとこのカレーですね。特製カレーなんですけれど、エビフライとかね、あと揚げ物、チーズ餅みたいなやつとか、あとは肉団子みたいなの乗ってたんですけど、これがうまいんですよ。で実際これ普通に本当に駅屋さんであるカレーなんですよ。めちゃくちゃうまいですよ。で僕個人的にはエビフライ絶対トッピングしてほしい。これ本当に美味しいん でやっぱ聞いたらお店さんでも相当人気メニューみたいですね。人気メニューみたいです。でちょっとスープなんか出していただいてって感じだったんですけれど、なんかね濃厚な感じで、シャバシャバ系の逆の方のカレーなんですけど、なんか出汁がしっかり効いてて、なんか具材ちょっと溶けてる感じあって、粘度高めな感じの、すっごいほんと美味しかった。3キロ4キロぐらいでこれのエビフライ、5キロぐらいでも全然美味しく食べれるか、5キロエビフライカレーグルメみたいな、誰が見たいんですかねそれ。動画にするか分かんないけど、でもそれ食べたいなっていう、足りねえなと思いました。ただねこのうどん食べた後に食べてるんですよ俺ね、結構なかった。でも本当先言っちゃうとごめんなさい、これコーラね、流してるときはもう飲みきれてないです。この後な感じでした。このコーラのバトルになってましたねコーラとは。そんな感じだったかな。まあ改めましてね、結構賛否両論
かなりこう賛否を生むことをやっているので、批判は覚悟の上なんですが、はい、僕なりのこのパフォーマンスというのは、このチャレンジに対してはこういう感じだったというふうに捉えていただければと思います。以上です。ありがとうございました。